お腹周り、腰肉、下っ腹の脂肪を取ってウエスト細くしたいなら、まずはこれやりましょう。なぜかというと、筋肉の 80% 以上は股関節、お尻、腰周りについてます。代謝が良くて痩せやすい体を作りたいなら、まずはこれできるようになりましょう。スマホは床に置いて見ながらやりましょう。あぐらの状態から右足を少し前に出して体を正面に倒していきます。お尻、腰の柔軟性チェックです。おでこが床につくと理想です。最低でも肘が床につくぐらいまで行ってほしいです。皆さんどうですか、できますか。このね、お尻とか外もも、腰にかけて伸びれば OK です。少しずつ前に倒れていきましょう。全然肘が床につかないよって方も大丈夫です。ビフォーアフターで変化出ますので、最後まで一緒に頑張りましょう。呼吸止めないようにしましょう。よし、 OK。 次は左足前に出しましょう。このままゆっくり体を前に倒します。おでこが床につくのが理想です。最低でも肘が床につくぐらいまでいきましょう。僕はね、両方ギリギリおでこが床につきます。ふー、お尻、外もも、腰にかけてですね、伸びる感覚あれば OK です。ふー、これ人によってね、硬い部位が違うので、お尻だけ伸びる人がいれば、外ももが伸びるよって人もいると思います。どれも正解です。ふー、呼吸はね、止めないようにして、ちょっとずつ前へ倒れていきましょう。最後にもう一度このチェックしますので、ぜひ楽しみにしててください。一回で変化出ます。OK。そしたら、あぐらとかこんな感じで足楽にして、右手を左斜め上に上げる。左手を右斜め上に上げる。脇の下、脇腹伸びるぐらいまで、手を斜め上にぐーっと高く上げましょう。しっかり伸ばしきる。あぐらがきつい方は長座とか正座とか何でも OK です。しっかり手を遠くまで伸ばすと、この脇腹、脇の下伸びると思います。スピードは重要じゃないです。普段動かさない範囲までしっかり手を伸ばしきりましょう。肩腰痛い方は絶対無理しないでください。呼吸止めないようにしましょう。伸ばしきる。よし、 OK。 そしたら次、無理ない範囲で開脚しましょう。ちょっと内ももが伸びるかなってぐらいまで開脚しましょう。そしたら手は床についているので、つま先を内外にしっかり倒す。股関節付け根から動かすイメージ。呼吸止めないようにしましょう。手床についていいですからね。ただ頑張れる人は手を床から離して、ちょっと体をね、前に倒れながら股関節内外にねじると、腹筋もね、鍛えながら股関節ストレッチができます。余裕が出てきたらちょっとずつ広げましょう。できない方はこれぐらい狭くてももちろん OK。 自分ができる範囲で頑張っていきましょう。 OK。 そしたら次、このあぐらみたいな状態から右足を左こっちに持ってきます。で、この足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻が伸びてくると思います。なるべくピンと姿勢正しましょう。で、いまいち伸びないよって方は、この足をしっかりお腹につけるとお尻伸びてきます。逆に硬くてできないよって方は、この右足、この辺でもいいです。右のお尻を伸ばすことが目的なので、僕とちょっとポーズが違くても右お尻伸びてればそれで OK です。で、肩変な風にね、こんな風に力入りすぎないように意識を続けましょう。ふー、 OK。 逆足いきます。左足を右こっちに持ってきます。で、足をお腹にぐーっとつけます。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。伸びますか。呼吸止めないようにして、なるべく姿勢正しましょう。この頭をね、誰かに上からぐっと引っ張られてるイメージでやると、お尻より伸びてくると思います。呼吸止めないようにして、肩力入れすぎないようにしましょう。体を足に近づけると伸びないです。足を体に近づけた方がよく伸びます。よし、 OK。 そしたら次は右足を一回伸ばします。こんな感じです。で、この状態で右足の方に向かって体を倒しましょう。右の裏もも、膝の裏にかけて伸びれば OK です。余裕がある人は右手でつま先つかみましょう。空いてる手で膝しっかり伸ばしてあげるといいと思います。硬くてできないよって方はもうこれぐらいでも全然 OK。 目的は膝の裏、裏もも伸ばすことです。つま先をつかむことが目的ではないです。裏もも、膝の裏伸びてればそれで OK です。硬いからって全然気にすることないです。自分のペースでね、
最後まで乾燥すればしっかり変化出ますので、最後まで頑張りましょう。よし、OK。逆足いきましょう。左足伸ばします。で、左足の方に向かって体をしっかり倒します。左の裏もも、膝の裏伸びる感覚あれば OK です。余裕があれば左手で左のつま先つかみましょう。空いてる手で膝をしっかり伸ばしてあげるといいと思います。あんまり肩力入りすぎないようにしましょう。最近結構コメントで1回やると柔らかくなるんだけど翌日にはすぐ戻っちゃうんだよねっていう方がいらっしゃいます。ただね、それが普通です。もう、なんでしょうね。形状記憶のメガネみたいなイメージだと思ってください。自分の体は。もうそれぐらいすぐ戻るので、本当に習慣化してひたすら繰り返していけばね、ちゃんと柔らかくなって覚え込みますので、一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次、一回、あぐらみたいな感じ。こんな感じで軽く座りましょう。右手、右肘、床について、左手万歳しましょう。左の脇の下、脇腹、伸びる感覚あれば、それで OK です。指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。斜め前に倒したり真横に倒したりすると、あ、ここよく伸びるなーって位置があると思います。どの角度が正解ではないです。広背筋って大きい筋肉なので、一番自分が伸びるなーって位置探しましょう。肩腰痛みがある方は痛みない範囲で行っていきましょう。ふー、よし、 OK。 逆いきます。左手左肘床について右手を万歳しましょう。右の脇腹、脇の下、伸びる感覚があれば OK です。伸びますか？指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしましょう。自分がね、伸びる角度、斜め前とか真横とか探してみましょう。で、この時に、この反対の右側のお尻がこうやって浮いてきちゃうんだよねって声があるんですが、浮いても問題ないです。この脇腹、脇の下伸びてれば全く問題ないです。呼吸止めないようにしましょう。ふぅ、よし、 OK。 次はあぐらとか正座とか楽な状態で座って、後頭部で手を組んだらぐっとおへそを覗き込む、ゆっくり反らせる。おへそを覗き込む、ゆっくり反らせる。呼吸止めないようにしましょう。普段動かさない範囲までしっかりおへそを覗き込んで、ゆっくり反らせる。胸を張る。肩腰痛い方は絶対無理しないでください。で、スピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲まで動かすってことが目的なので、ゆっくり大きく丸めて反らしましょう。ふう、呼吸止めないで。ふう、よし、 OK。 皆さんついてきてますか？大丈夫ですか？そしたら一回足伸ばして手は後ろにつきましょう。そしたら左足を大きく外回しします。時計回しですね。できる限りゆっくり大きく時計回ししましょう。これもスピードは重要ではないです。普段動かさない範囲で大きく動かしましょう。で、股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければね、そのまま大きく回しちゃっていいです。痛みがある方はゆっくり小さく痛みがない範囲で行っていきましょう。逆に余裕があれば手をね、床に つけずにやると腹筋も鍛えながら股関節ストレッチができますが、かなりきつい。よし、 OK。 ふー、大丈夫ですか？ついてきてますか？次、手を床についたまま右股関節大きく外回ししましょう。時計回りと反対です。反時計回りですね。ふー、内側から外に向かって回す。これも普段大きく、普段動かさない範囲で大きく回していきましょう。こっちもゴリゴリなる方、痛みがなければ大きく回して OK です。痛みがある方はゆっくり小さく痛みない範囲で回していきましょう。もしね、きつくなったら各種目最後の10秒サボるとね、すごい負担が減ります。無理に頑張ることよりも最後まで完走することが大切です。 OK。 ふー、そしたら一回足伸ばした状態でこのまま長座体前屈ですね、やっていきましょう。いけるとこまで前にぐーっと手を伸ばす。指先でつま先触れるのが最低ライン。理想はね、この手首がつま先ついたらいいですが、皆さんどうでしょう。これ膝の裏、裏もも、腰、背中、全体的に伸ばしてます。頭も下げてね、なるべくおへそ覗き込むイメージです。呼吸止めないようにしましょう。で、こうやって反動つけてももちろん OK。 膝多少曲がっても OK。 しっかり行いましょう。呼吸止めないで。
反動つけていいから前倒れて、よし OK。 そしたらもう一回手を床ついて OK です。次左足の股関節、さっきと逆、内回しです。外から内に向けて回します。時計回りと反対、反時計回りで回してます。呼吸止めないようにしましょう。さっきね、外回しの時股関節鳴らなかったけど内回しだとなるって方もいると思います。同じく痛みがなければ大きく回して OK、 痛みがある場合はゆっくり小さく痛みない範囲で回しましょう。スピード勝負じゃないですからね、普段動かさない範囲で大きく動かすことがコツ。余裕があれば手を床から離してやってみましょう。きついな、よし OK。 反対していきます。右股関節大きく内回し、なるべく大きく回す。呼吸は止めないで大きくですよ。どうしてもね、こう慣れてくると皆さんこう早くやりたがるんですけど、大きく回しながら早くやれるならもちろんその方がいいんですけど、だいたい早く回すとね、こう動きがちっちゃくなっちゃうので、ゆっくりでいいから大きく回しましょう。皆さんついてきてますか？きつかったら再生速度調整したりとか、最後の10秒サボったりとかね、一回途中で停止してもいいです。やりやすいようにぜひやってみてください。 OK。 そしたら次、一回右足伸ばして股関節なるべく開きましょう。そのまま体真正面に倒します。内ももが伸びてくると思うんですが、つま先を倒す、真上向ける、倒す、真上向ける、内もも伸びてれば OK です。しっかりつま先真上向けましょう。もう股関節ね、付け根から動かすイメージ。呼吸止めないで、もし余裕がある人は股関節ね、もうちょっと開く、どんどんこう開脚しながらやっていくとより伸びてきます。ただ内もも伸ばすことが目的なので無理しなくて大丈夫です。よし OK。 次逆足いきます。左足をしっかり伸ばして、なるべく股関節開きます。そのまま体真正面に倒します。で、内もも伸びてくると思いますが、つま先真上向ける、戻す、真上向ける、戻す。呼吸止めないようにしましょう。ゆっくりでいいです。真上向けて戻して、これ気づいた方もいるかもしれないんですけど、100均でね、僕もメジャー買ってみたんですよ。もともとメジャー持ってるんですけど、追加で100均で買ってみました。そしたらね、これウエスト測る専用のメジャーありました。これ多分ね、ダイソーなんですけど、ぜひ100円で買えるので近くに100均あれば買ってみてください。 OK。 ふぅ、したら次、まあ、あぐらとか正座とか楽な状態で座って、もう一回後頭部で手を組んだら、おへそをしっかり覗き込みましょう。おへそ覗き込む、首の後ろ、背中、腰、肩甲骨あたり伸びれば OK です。首も伸びて問題ないです。ゆっくり痛みない範囲でおへそ覗き込みましょう。呼吸止めないで、きつかったら一回戻ってもう一回おへそ覗き込む。頑張って頑張って、無理しないで、呼吸だけ止めないで、よし OK。そしたら一回ちょっと両足前に出して、ちょっと膝曲がったままでいいので、両手で太もも抱え込みましょう。そのままおへそをぐーっと覗き込むと、腰、背中、首あたり伸びると思います。しっかりおへそを覗き込む、わざと猫背を作って腰を丸めるイメージです。もしいまいち伸びないよって方は、もうちょっと膝伸ばして両手で太ももを抱えて、おへそ覗き込めば伸びると思います。呼吸止めないで、きつかったらサボってもいいですからね。よし OK。 したら次はあぐらとか長座、正座、楽な状態で座って、両手を真横に広げます。で、内外しっかりねじっていきましょう。なるべく胸張ったままですね、しっかりもう腕付け根からねじるイメージ。ゆっくり内外にねじる、見えますか？この手のひらもね、後ろ向ける、前向ける。これね、肩周り、肩甲骨周り、二の腕をやってるんですが、結局こう部分痩せってよりも全身やった方がね、代謝上がるので、基本的には部分痩せよりも全身やれたらいいなと思ってるんで、なるべく全身のストレッチをね、一動画に入れるようにしています。 OK。
次は両手を後頭部に組みます。足はあぐら正座長座、楽な状態で OK です。でこのまま肘を上げる、肘を上げる、交互に上げる。この脇腹、脇の下伸びれば OK です。なるべく姿勢正したまま肘上げる。きつい、ここ伸びますか。脇腹、脇の下なるべく胸張っておいて、肩腰痛い方は無理しないで、呼吸止めないで、ゆっくりでいいですよ。全部スピード勝負じゃないですからね。頑張って頑張って、呼吸止めないで、しっかり上げて、よし、 OK。 そしたらもう一回開脚しましょう。さっきみたいに内もも伸びるくらいまで広げて、ちょっとずつ前倒れましょう。伸びますか、内もも。お尻が硬い人はね、内ももよりもこのお尻とか外ももが張るかもしれないです。できる限り前倒れましょう。開脚は覚えてますか、皆さん。120度開いて肘がつく最低ラインなんですが、僕はちょっとね、やっぱりね、撮影しかストレッチないからなかなか柔らかくならない。皆さんどうですか。できなくてもね、大丈夫です。続けて口に柔らかくなります。頑張れ、よっしゃ、 OK。 じゃあ最初に行った柔軟性チェック、もう一回一緒にやりましょう。このあぐらみたいな状態から右足前に出して、ゆっくり体正面に倒しましょう。おでこが床につきますか。最低でもね、肘が床につくぐらいまで、これぐらいまでできるようになったらいいなと思います。でこれ足をね、出す角度なんですけど、どの角度が正解でもないです。ただ角度によってはね、あれ全然前に倒れないよって角度もあると思うので、どの角度でもおでこが床につけば理想だなと思います。僕はこうやってね、足を前に出すと一気に硬くなりますね。呼吸は止めないで、よし、 OK。 最後逆行きましょう。左足前に出して、そのまま正面に倒しましょう。お尻、外ももあたり伸びれば OK です。どうでしょう、おでこは床につきますか。つかない方も繰り返しやっていくといいと思います。よくズボラストレッチね、どれぐらいやったらいいのって聞かれるんですが、早く結果出せたい、早く痩せたい人は朝昼晩3回が理想です。理想ですけど、そんなやったら嫌になっちゃうので、1日1回でも週に1回でも皆さんが楽なペースで続けていただければと思います。で疑問点とかね、あれば概要欄のサブチャンネル、あとズボラストレッチの教科書で無料で解説しますので、ぜひ見てみてください。あとツイッター、インスタも毎日更新してるので、ぜひフォローお願いします。 OK、 お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。どうでしたか、結果出ましたか。ぜひコメント欄で教えてください。もしこの動画良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。